無抵抗主義と抵抗主義出口鬼三郎無抵抗主義は実は極端なる抵抗主義である打たれても叩かれても黙って隠認しているところに底力のある強い抵抗があるそしてこの無抵抗の抵抗がついに最後の勝ちを制するのである天理教祖のおみ木さんは牢獄に投ぜられること幾回なるかを知らず警官の叱責に遭うやいつでもただ はいはいと言うていたはいははい、はいではい登れ山の上までというのが常に彼女が教え子たちに示したモットーであったということである。